放送席、放送席、今日のヒーローはタイムリーを打ちました牧田選手です。ナイスタイムリーでした。ありがとうございます。まあ、今日はチームも3連勝、そして本当に大事なゲームでもありましたけれども、チームの意気込みいかがでしたか？そうですね、その前に、ちょっと大きな連敗をしてたんで、今度、まあ、2連勝で来てて、連勝、大型連勝、しようと思ってやってます。まあ、本当に今日は、まあ、チームにとって大事なゲーム、1ゲーム差で4位のソフトバンクとの対戦でしたけれども、そのあたりはどんな思いで？そうですね、僕はそこまで知らなかったんですけど、打席張っちゃえばそんなことも、分からないし、一球一球、タイムリー、打つことを、やってるんで、あまり考えてなかったですね。ただそのチームで大型連勝でという意気込み、その気合でですね、これで4位ホークスとはゲーム差ないし、タイに並びました。そうですね。ってことは明日が大事になりますね。はい。明日から大きなゲームになりますね。そうですね。今日みたいに、打って勝ちたいと思います。はい。では明日からに向けて、大きな意気込みお願いします。大きな意気込みですか？まず明日勝つこと、それだけです。はい。今日のタイムリーあげました牧田選手でした。ナイスタイムリーでした。ありがとうございました。牧田でしたね。ですね、はい。まあ、しかしいいヒットを打ちました。まあ、つながる打線が見られましたよね。ですね、はい。やっぱり、はい、まあ、打線の調子がいいのかなと思いますよね。そうですよね、はい。